それではハイライトで振り返りましょう。4回です。先発の青柳、ワンアウトランナー3塁1塁というピンチを招きました。まあ、1巡目は3人ずつだったんですよね。そうですね。村上が先制のタイムリーヒットを打たれます。やっぱりね、プレッシャーかかるバッターですよね。期待をね、させますね。ただその1点でとどめて、ワンアウト2塁1塁すぐチャンスを作ったタイガースが佐藤のタイムリーで追いついた1対1です。佐藤が行くと盛り上がりますから、はい、で、伊藤からのこの当たり、ファースト大島が記録はタイムリーエラー、これで2対1。なおも3塁1塁で坂本スクイズ、村本トスも間に合わず3対1。これは本当に鮮やかにね、繰り返したんですけどね。この辺はすごく勢い感じましたけど ね、ただ5回の表、青柳ピンチを招いて、ワンアウト3塁2塁から長崎ライトオーバーの2点タイムリースリーベースを打たれて、ストライク追い込んでからの、はい、スリーベースでしたから。でその後中村にセンター犠牲フライで結局また逆転を許してしまいました。で6回の表です。村上第52号のホームラン。青柳は打球を追わず、すごい打球でしたね。スワローズかなというところでした。6回の裏、石川から佐藤がセンターオーバーのスリーベースを打ちます。で、ワンアウト3塁でこの糸原がセカンドゴロで5対4、1点差で、このあとランナーなしになったんですが、坂本がレフトでヒットを放って、ここで石川交代です。木澤に変わったんですが、大川がこれレフト前へのツーベースになりました。三塁二塁、ここで一気にひっくり返したかったですよね。そうですね。しかし中村は三振に倒れました。あと一歩、あと一歩のところまでは行くんですよね。で、7回の表、岩崎、ツーアウトから満塁のピンチを招いて、そして村上、ここはセカンドゴロに打ち取りました。抑えました。まあ、粘りましたよね。この粘りがつながりました。7回の裏、石山からツーアウトランナー2塁でマルテのこの打球がタイムリーヒットになりました。5対5です。石山に打ったら不運な当たりでしたけどね。ツーアウト2塁から佐藤がライト前のとちょっとライトに弱くなったんですが、これ3塁ランナー、上田は止まって、でその後糸原はセカンドゴロ。ここもね、そうだね、普通に行ってたら得点入ってたんですけどもね。はい、そうなんですよね。8回の表は2アウト3塁というピンチだったんですが、岩佐ここは首を背負いて勝ち越し点は許しません。上手でしたね、距離がね。9回の表、ケラーもワンアウト3塁という大ピンチを招いたんですが、中村ショートライン、2アウトランナー3塁で、今度は山田のこのサードを前にも落として、1塁送球も際どかったんですが、間に合わせました糸原、ナイスプレーです。10回の表、5人目の岩貞、2アウトランナー2塁1塁、打席は岩貞と相性の良かった長岡のこんな当たりがタイムリーになります。これで6対5。いやーな捉え方しましたけどね。はい、ところが6人目、抑えのマクガフから2アウト3塁1塁、チャンスを作ったタイガースは代打山口ショートオーバー、同点のタイムリーヒットは6対6。もう落ちましたよね。まあ、この後また3塁2塁とチャンスはあったんですけどね。そこでやっぱ決めたかったです ね。さよならならず近本というところでした。そして11回の表、6人目浜地、まあ、ノーアウト満塁で村上空振り三振取った後、この塩見の当たりも行けなかったんですが、ショートの横センターへのヒット、これで2点タイムリー8対6、まあ、これが決勝ということになりました。